ありったけど火力をぶち込むしかねえ。さあ来いよ。まず下から行きますか。アイテム拾うところから。やばい、危ない。脇を通り抜けさせて。いやーいやーいやー、何怖い。アイテム回収しよう、アイテム回収しよう。まずいやー、下から狙ってる。危ない危ない、焦点はもう食らいたくない。いやー、もうまだこっちダメージ与えてないっていうの。落ち着け落ち着けよ、まだ大丈夫。さあ何をしよう。ライフルだとちょっと遅いかな。とりあえずマシンピストルでちょっとでも削っていく作戦で行きたいんが、ほらー、あ、これは避けなきゃ。でもマシンピストルで攻撃するとこういう風に反撃してくるんですよね。まあそれが分かってもたかがワンダメージ。やらせっかっての。やべ、これは避けなきゃ。いて、わざわざ車線に入っちゃった、入ったった。おい、はい大丈夫。ライフルだな。おい、やべえ、リロードが。ああ、間に合ったん。ここいいね、場所がいい。よし、一発は。怖いな。ショットガン使うか。よし、オッケー。結構吹っ飛ぶショットガン。うわー、よく生きてた。次の攻撃が来たら後ろに。うわー、もうあれシビアだな、おい。っていうか HP が1になるのか、あれを食らうと。何も思いつかない。どうしよう。近くにいるとあれを食らっちゃうか。ういって、あ、うそ、今の食らう、今の食らうの、今の食らうの。うん、よし、とりあえずリターンです。いて、何何、今の何、怖い怖いよ。ショットガンの弾を拾って飛び降りよう、飛び降りましょう。はあ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 、怖い、どっから来てる。あー、そっちか。うわうわー、やべえ、いつ死ぬんだあいつ。いい加減死んでくれ。手榴弾を使おう。こう、危ねえ。あー、今の食らってねえ、絶対今の食らってねえよ。ほいほい、やべえ、これは避けとかなきゃ。ほっほっ、やべ、危ねえ危ねえ危ねえ。とりあえず後ろに退避するところを確保しておいて攻撃しないと、多分あの詰められた時に弱い。ほら、やべ、危ねえ。なるほど、後ろに行けば一応避けれるのか。Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Ada!
Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. さあ、ラスボス戦だ。レオンのためにあのロケットランチャーを渡してあげるということが。さあ、時間がない。あと武器もない。違う、ラスボス戦だぞ。そんな無駄なことができるかってんだ。来いよ。あんまり爆弾の近くで爆弾使うのはよろしくないのかな。そんなことはないか。大丈夫そうなんで、ボウガンで行きましょう。おーおーおー、ずいぶん無茶しやがるじゃねえか。あ、しまった。はい、オッケー。さすが一発じゃ死なないか。だが三発で消し飛んだな。はい、次。お、上はいるね。よう、お前はいつもの死に方で安心したよ。ライフル2発、ショットガン。はい、登って登って。手榴弾よ。やべ、外した。よし、オッケー。はい、次。やべえ、これ間に合うのかな。間に合わねえんじゃねえかな。あと10秒しかねえ。おお、邪魔だ。ちょっとギリ間に合うか。間に合わなかった。これはもうボウガン使うんだったら、あのとどめを刺さずに倒れたら次って感じですね。よし、行くぜ。邪魔だ。よう、だが道は覚えた。行けるぞ。よし、さようなら。やあ、とりあえず死んでくれ。ああ、しまったな。クソ。こんな近距離だけど
なんとか横をすり抜けられるか。はい、次。またお前だったよな、そういえばな。はい、次。ロケランだと？ふざけんじゃねえお前。はい、さようなら。無視すれば意外と簡単でしたね。Use this. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada!Here, catch. Better get a move on. See you around. はい、こちらでバイオハザード4エイダ編ジ・アナザーオーダーは終わりとなります。何でしょうね、やっぱりちょっと本編に比べてやり込みが少なかった。まあ高校生の時やってた当時すでにそんなにやらなかったっていうのもあって結構死にまくったなっていうのが一つあります。あとレオン編でもエイダ編でもやっぱりクラウザ苦手ですね。ちょっとあれは隙がなさすぎる。まあ、結局最初から最後まで私らしくご利用しっていう感じでしたが、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたなら幸いです。あとバイオ4に関してはですね、まあちょっとやろうかやるまいかちょっと迷っているものが一つありますので、まあもしやることになればそちらで、やらないのであればこの動画で最後になりますが、また私の他の動画も楽しみにしていてください。ではエンディングをお楽しみください。意外と短かったですね。命中率 75%、 撃退数331、死亡回数8、総プレイ時間5時間19分というところですが、まあこれはあまり参考にはならないでしょう。休憩時間も入ってますんで。本編のクリアデータから始めるとシカゴタイプライターが買えるようになった。あー使いたいですね、ドラムマガジンの。はい、では、長い間ありがとうございました。今回はここまでとさせていただきます。また他の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼します。